ということで、今日は昔教育が楽しかった超怖かったお父さんが東京駅に来ているので迎えに行きたいと思います。日本橋口にいるということなので迎えたいと思います。お父さんが見当たらないぞ。見当たらないので電話したいと思います。どこ行っちゃったのかな。お父さん会った瞬間カメラ持ってたらびっくりするよね、きっと来ないんですけど。無事通過。お父さんは電車にも乗れますお父さんの用事が渋谷であったので、まずは腹ごしらえにカレーライスのお店にやってきました。9回死ぬんだけど、たまたま一つだけ生き残ったで帰ってきた。はやぶさっていうゼロ戦じゃないやつと、それでもう実戦してアメリカの敵と戦って半分もみられて頑張って、うん、ブルル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 ル
と着陸できて、それで助かった。急降下の訓練をしてた時に、ヒューンって言った時に気を失ってたから、で気がついた時にはもう地上何メートルっていうところで操縦桿をギュッて引いたので、うん、助かった。1秒2秒気が戻るのがなかったら、地面に激突して、死んでたね。あとは終戦の時ね、セカンドからまいって、終戦が8月15日、その時にもう1日2日くらい、はい、なんか終戦が遅かったら、なんか北の方に行っていて、捕虜になっちゃった。その前になんか帰り戻ってきたので、助かった。4回くらい、7不思議じゃないけど、4不思議くらい、その奇跡が起きて。今も奇跡。そう。みんな、子供たちもいないし。誰も存在しない。不思議でしょ。だからいつも言うのには、やはりご先祖様をちゃんと供養しなさいっていう、はい、そこなんですよ。昔ってすごいお父さん怖いイメージがあって、なんかやっぱりこう、なんだろうね、マナー、まあご飯は絶対残すな、出されたものは食べなさいとか、はいはい、好き嫌いがあろうが、絶対食べなさいって。でもお姉ちゃんは卵が嫌い、あでも私は別に嫌いなものあんまなかったんだよね、正直。でもお姉ちゃん本当に卵が嫌い でお父さんと外食とかご飯食べに行くと、何かしらこう卵がね、お料理出てきたりする、はい、その時にお姉ちゃんは食べれない、どうしよう怒られるいや、そんなんだったから厳しく親に言われて、まあ、食べ物を収まってたりするの、毎日を。それこそね、豚さんとかいろいろ飼ってたから、お肉とかさ、この大切な命じゃん、それだから、そういう命を粗末にするなっていう意味もあったのかなっていうのはすごく思うし、やっぱり卵だってさ、ニワトリさんが産んでくれたものなのに残すんじゃないよっていう、そういう思いがすごく強かったのかなっていうのもあるし、いや泣いちゃうね、そういうのきっとお父さんが、私たちに教育をしてるとき、そういう残すなとか、ちゃんと礼儀正しくしなさい、ね、くちゃくちゃして食べるなとか、お箸はこうやって持つんだとか、めちゃくちゃ食べてる時も、普段の生活の中でもすごいこうしっかりと叱ってくれる時って、お母さんの顔見るね、私助けてるってその時にお母さんはちょっとこう他人のふりをしてかな多分そうだよって、ちゃんとお父さんのね、言うことを聞きなさいってっていう気持ちもあったと思うね。うちのおばあちゃんはね、言ってたんだけど、お父さんが叱る時に、お母さんの方で逆のこと言っちゃうと、子供たちがもう迷っちゃう、どっちがあれなんだっていうので、一切口出さなかったんですよ。そう、同じような感じだったのかな、ね、多分そうだと思う、絶対に、まあ、間違ってること言ってないからさ、そだから多分、聞いてたと思うんだけど、助けてっていう感じだったの。え、怒られるってことが怖いじゃん、子供、怒られる、まあ、お母さんに怒られるも怖いし、おばあちゃんに怒られるも怖いんだけど、やっぱり なんだろう、お父さんに怒られるが一番怖くて、まあ、なんか別に手挙げられるとかそういうのじゃないんだけど、顔が怖いバイバイ、気をつけてね。